はい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 、松下新平どこ行った、来ました来ました。中国警察の本当の問題はですね、ここなんですよね。なんかいろんなですね、あの派生した目くらましのですね、あの報道が多いからですね、だん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 ね、なんか本当の本丸から目がそれて行っちゃってるような感じがして、私ちょっと我慢なりませんわ。私我慢なりませんので、ちょっと大きな声でここはですね否定させていただきますが、そちらもう一個はですね、ちょっとね星からしたら、うあやばいやばい、それやばいっていうですね情報がもう情報もございましてね、そのせいでですね、このね中国警察がですね世界中に発出を立てて大暴れをしているというこの問題、この問題からですね徐々に徐々におかしな感じで目が逸れていってるしまう気がしてですね、ちょっとここをですね、ここをですね私正したいと思いまして、今回動画を作っております。どうもやめてくださいでございます。はい、あ、これですこれです。あのね、中国警察のね本当の問題っていうのはですね、これなんです。世界各国でスパイを養成している、中国警察は世界各国でスパイを養成している、これこそが本当の本丸なんでございますよ。でもですね、なんかね日本のマスコミもそうだし、保守の方々もそうですし、なんかね微妙にね視点がずれていっている。これを俺はですね、この本丸にグイッとグイッと戻したい。このね、中国警察は、世界各国でスパイを養成している、この切り口でずっとね追求していけばですね、最終的にはスパイ防止法に突き当たります。最終的にはスパイ防止法に突き当たるから、わしはこの切り口でどうしても動画が作りたいんじゃ。でもですね、この視点のね記事がね、いやいっぱいあったんですよ。中国警察の記事でいっぱいあったんですよね。 FBI がですねこれね、中国警察に踏み込んだ後ね、三浦瑠麗のね事務所にですね、特捜部がガサ入れだみたいな感じでですね、 FBI がね中国警察に踏み込んだとかですね、いろんな景気のいいニュースあったじゃないですか。しかし私あんまり動画作ってこなかったでしょ、あんまり追求してこなかったでしょ。なんでか俺の本丸はあくまでも中国警察が世界各国でスパイを養成している、そういう危険な機関であるということをですね、どうしても言いたかったんだけど、この記事がね全然ないんだよ。なんでと思ったら、来たよやっぱり大機嫌ね、世界のメディア大機嫌来ましたよね。日本の国内にいる中国人がですね、こんな声をね中国警察からかけられたんですね。おいお前ら年収3億円で中国共産党のスパイにならないか。来たこれだよ。この記事をね今日読んでいくんだけども、そうね、あのねこれめくらましではないんだけれども、世界かマスコミがですね報道している内容がねちょっと気に入らないというところ、まず一個話、何かというと、これねほとんどのマスコミね、これねやっとね今中国警察のねあの報道というのは、世界ねあのね去年のねあの秋ぐらいからですね、俺がねわーっと言っててですね、なんか俺も訴えられそうだなってたんだけどね、よくわかんない人にねそんな状況だったんだけど、今ねもうマスコミもですね普通に情報出してくれるようになったじゃないですか。でもですね、その中身を見てスパイという言葉全く使われておりません。じゃあどういう報道をしているのかね、じゃあこれは世界は騒いでるんだけれども、マスコミはねこういう報道するわけでございますが、中国の警察がですねあの世界各国に、組織団体を置いてですね、あの発出度を置いてですね、そしてそんな主権もないのにですね、各国の主権侵害をしているとね、あのそんな許可も得ていないくせにですね、取り締まりをですね世界各地でやっていると、これはおかしいと。でどんどんその取り締まりの内容というのは何なのかというとですね、あの反習近平、反中国共産党、反習近平のですね、中国共産党を非難する方々がですね中国から海外に逃げていてるでしょ、そういう人間をですね監視をしている、もしくはですねあの強制的に中国に送り込んでですね処罰を与えている、そういうことが問題なんで、それはそれで問題ですよ。だから日本からしたらもう主権侵害もええところでございますから、そんなことを役割でですね出てきて、本当はねパスポートを作ってるだけですとか嘘言ってんだけど、嘘をつけこの野郎と、お前完全に主権侵害じゃないかという視点でね、それ追ってくのはいいよ、これはこれで大問題だからいいんですよ、いいんだけど、こういう報道ばっかりなんです。こういう本当はスパイ問題なの、なんですかマスコミはね、この中国警察がですね日本国内でスパイを作っていると要請しているという話が出すとですね、スパイ防止法に行き当たってしまうから、だからそういう報道しないんですかという疑義がありますね。でね、ほんで、スパイ防止法をですね、を作るんであればですね、この男を追えばいいと私ずっと言いましたよね。はい、自民党のですね、はい、松下新平君、はい、中国警察のですね、関係者と思われる女とですね、抜き抜きポンをしてですね、そしてですね、なんかね、その中国警察のですね、一団体の一つであるですね、会社の名前を忘れましたけれど、その一団体からですね、高級幹部になってるね、わかります？日本の自民党の議員がですね、中国警察のですね、仲間と思われる組織の高級幹部になっていると、それがこの松下新平でございますよ、ね、でもね最近ね松下新平の話全然聞かなくない、ね、最近松下新平の話全然聞かなくない、だから松下新平どこ行ったって言ったんだけど、これねあのねあるタイミングから保守の方とか自民党の政治家とか松下新平を追えなくなってるんです。どのタイミングが言おうか、俺これ言ったら炎上するかもしれないけども、でもこれはねひるむ必要はないと私は判断しております。あえて言います、松下新平さんの政治資金パーティーに高市早苗さんが出席しておられました。
そして、あの、岸田君もね、首相の岸田君もですね、いや、松田しめさん、頑張ってくださいっていうですね、ビデオレターまで送っていたそうでございます。はい。これを見たですね、これ、ね、これを見たですね、あのね、あの、保守の方々とかですね、ネット上がですね、そんなバカな、嫌だ、嫌だ、高市さんがそんなバカなっつってですね、このあたりからですね、この松田新平追及問題、そして中国警察問題が、おかしな方向に進み始めて、そして声もね、ちっちゃくなってんだよ。だって、去年の秋ぐらいにはですね、大炎上していたですね、あの、中国警察問題がですね、これ FBI が踏み込んだぞっつってんのに、コメントが90しかついてないんですよ。微妙に注目されなくなっている。しかしですね、これ冷静に考えて、これね、中国警察の人間っていうのは、これ完全にスパイ養成なんですよ。今日のこの文章後で読むから分かると思うけど、スパイ養成野郎なんですよね。中国共産党から日本の国内でスパイを養成するんだっていう指示を受けている人間が、今日本国内にいるんですよ。ヒットラエロ。ヒットラエて取材しろ。あ、取材じゃないや。ヒットラエてね、取り調べしてですね、全部吐かせりゃいいじゃないですか。中国共産党からどんな指示を受けてるのか、全部吐かせればいいじゃないですか。さあ、中国共産党の計画全部分かるじゃないですか。今すぐヒットラエロよっていう声が上がるのが嫌なんでしょうか。だからマスコミがですね、こうやって、こういうふうに言います。スパイとは関係ないですね。まあ、とはいえ無視ができないですね。この理由で盛り上げていると。そしてね、あの、本当はね、この問題一緒に追求していきたい方がですね、高市早苗が、なんだって、松下新平のお仲間だったのかな、なんだってという形でですね、それでもですね、あの、こう、もう本腰入れてね、腰を据えてね、追求してるね、花田さんとかですね、朝八とかですね、ああいうところはすごいわ、すごいわ。でね、これね、大した、もう結論から言うか、俺のスタンス、大した問題じゃねえんだよ。大人の事情っていうのがあるだろうが、同じ自民党の中で同じように議員やってたらですね、腐れ縁もございますから、こういうことだってあるんでございますよ。この程度でですね、経済版のスパイ防止法の策定にですね、奔走しまくってる高市早苗さんをね、疑うな。信じろもっと。そもそもだな、この動画を見てらっしゃる方はですね、あの、自民党の党員ですかね、やっぱり自民党しかないよね、とかいう方が多いと思うんだよね。でもね、知ってた、みんな知ってた。あのね、俺たちの自民党が一番仲いい政党ってさ、中国共産党の手先のね、あの、公明党なんだよ。知ってた、みんなね、中国、その、関わる政党の中でですね、おそらくね、一番中国共産党の代弁をしているのはこの公明党なんでございますよ。その公明党と仲のいい自民党を普段から応援しておいて、今さらこの程度のことでひるんでんじゃねえこの野郎。じゃあれですか、このツイートというかこのツイートはもう全然問題ないんですよ。これ事実を報道してくれただけだから本当にありがとうと、本当にありがとうございますという話なんだけどね。あ、でもね、ここでですね、これね、松下新平のね、政治金パーティーに高市早苗さんが出ていたからですね、高市さんもあの中国側なんかなんだ残念だクソ悔しいとか言ってるやつですね。あの、じゃあさ、俺こう自民党を応援してるじゃん。でも自民党はさ、中国の一番の手先ともらえる公明党と仲良しじゃないですか。じゃあ私中国の手先なんですか。あんたたち言ってるのそういうことですよね。もうこの大人の事情があるんです。僕たち自民党の党員はですね、いずれですね、自民党も目が覚めてですね、ね、あの、石田さんじゃない、なんだけど、どうすれした、あんな大事な人のことを、元都知事、あの、石原さん、石原さんがですね、国会で言っておられました。公明党はいずれあなたたちの足を引っ張るでしょうな。その通りの状況になってるじゃない。でもですね、いずれですね、自民党がですね、目を覚ましてですね、公明党とですね、手をぶった切ってくれるということを夢見て、僕たちは自民党を応援してるわけじゃないですか。そうでしょう。ね、その視点でね、とはいえですね、このね、公明党の中のいい自民党をですね、支持してですね、応援している我々がですね、この程度のことでひるんでどないするんじゃいと。な、で、でも、このね、報道というかですね、この情報が出てきてからですね、松下新平のことを追う人間、ぱったりいなくなりました。本当にね、数限られた人間だけになってしまいました。あ、ほんでね、俺ね、ぶっちゃけて言うか、もう一個、ね、面白い話しようかしょうか。俺、ね、松下新平に対してですね、動画作ってですね、あ、訴えられるかも、とか思いながら、ドキドキの時期あったでしょ。あの頃からですね、あの、私にちょいちょい DM をくださっていたですね、自民党の関係者の方のですね、9割5分が、私との関係を断ちました。二度と連絡してくれなくなりました。あんなにですね、お、熊さんなんか自民党のことを応援してくれてありがとう、とかですね、連絡をね、ちょこちょこよく知らない自民党の議員から来てくれてたのにね、今や、もうね、本当に日本のことを心配している議員くらいからしかですね、連絡来なくなりました。もういい、俺それでいい、松下、ね、自民党のことを応援してくれてると思ったら、あの大物松下新平のことをこんなに悪く言うなんて、あ、怖いということですね、僕の周りからですね、自民党の関係者がファーッといなくなりました。あ、寂しい。でもね、残ったのはね、やっぱりね、すごい人たちばっかりですよ。本当に日本のことを、今ね、残ってね、僕に連絡くださってる方はね、本当ね、あ、本当に日本のことを考えてるんだなって、ようわかる。それ表には出さないけどね、もうあの、俺自民党のさ、あの、割とね、あの、ね、自民党の左側の方々からですね、俺死ぬほど嫌われてるから、自民党のね、あの、中国大好きとか言ってるね、自民党の左側の方々からね、僕ね、めっちゃ嫌われてるからね、だから、
元だってですね、どの自民党の議員が好きとかもう、もうあんまり言わないようにしようと思ってるんだけど、でもね、それでもですね、今ね、連絡を下ってる自民党の議員、あんたは本物だよ、あんたたちは本物だよな、こんだけ自民党の悪口言ってる俺にですね、連絡くれるんだから、それはもう、だが名前を言いたい、名前を言いたい、みんなが知ってるあの人だよ、名前を言いたいんだけれども、俺は名前を言いません、名前は、もうその人がね、闇雲の中にいるのか、お前、この野郎とか言って怒られたら、俺もう辛くてしょうがないから、俺名前を言いません、本物だけは残ったんだ、それで、もう、ええわ、ええわ、余計な話しちゃったわ、なんだっけ、何の話だ、松下新平だね、そもそもね、松下新平この顔見てみ、お前、林法政と村上と同じ頼み方してるだろ、この頼み方をしてるのはね、中国からですね、あの金と女をもらってる証拠でございますからね、そんな話もいいよね。はい、ということでですね、これね、中国警察ね、これ中国警察がですね、ね、本当の本丸、日本国内で、ね、日本に住んでいる中国人たちを脅して、奥さんを人質に取ったり、お子さんを人質に取ったりして、日本の国内に住んでいる心正しき中国人を脅して、スパイに仕立て上げている。で、金を使って、年収3億だぜ。金を使ったり、人質を使ったり、まあ、いろいろやっておりますということがですね、脅された方の証言が出てまいりましたので、はい、こちらを読んでいきましょう。中国警察のことそもそも知らない人って、もうずっとこの言葉が聞いてる。何だかわけわかんないよね。ごめん、ちょっともう時間ないから、自分で勉強してくれ。申し訳ない。はい、ということでいきますよ。はい、本当の本丸はここですよ、はい、中国警察、中国の海外警察、スパイの勧誘を受けました在日の中国人男性、はい、中国の海外警察の接近を暴露ね、中国警察がですね、この心正しき日本に住んでいる中国人の方に脅しまくってですね、スパイに仕立て上げようとしていたという証言がついに出てきたんです。本丸はここなんだ、みんな。もうここを掘っていけば絶対スパイ防止法策定の理由の一個になりますから、やっぱここを掘っていくのが俺は大事だと思うんだ。もうね、もう中国警察のねネタね、もうね、誰もね、ニュースね、なんかあんま注目しなくて俺悲しいんだよ。ここ掘っていけばさ、スパイ防止法に行き当たるんだよ。ほんとめっちゃ大事なとこなんだよ。ここ行きますね。はい、日本にですね在住している中国人男性は最近大企業の取材に対して、中国地方政府がですね、日本を含む海外国外に展開をする非公式の海外警察からスパイ勧誘を受けたね、中国警察からスパイ勧誘を受けたと語りました。はい、このね、中国の海外警察ね、おい、これ中国海外警察なんか公的な機関のように書いてあるけど、これ違法機関だからね、なんか公的なね、ちゃんとした機関のようにね、中国海外警察署とか書いてあるけど、これ違法機関だからね、 FBI に踏み込まれてるからね、に日本だってあの林法政がですね、ダメだダメだと言い張るくらいのやばい違法機関だからね、の存在はスペインの人権団体セーフガードディフェンダーズがですね、9月に発表した報告書によって明らかにされました。福生市はですね、南通市でいいのかな、など複数のですね、地方政府が世界各地に設置をして反体制派人物の監視や追跡、そして本国に強制帰還させる活動の拠点になっているというね、この拠点になっているのは間違いがないことでございます。しかしもっとやばいネタが今回の動画なんだよね、これ。報告書によればですね、中国の海外警察は中央統一戦線工作部と関連とも関連があるとされている。これね、簡単に言うと中国のスパイ機関です。CIA みたいなもんです。もう結構ね、ガチめのやばいスパイ機関です。はい、とも関連があるとされると、日本やアメリカ、イギリス、そしてドイツ、スペイン、カナダなど30カ国にわたってですね、数十カ所にありますと。日本で何カ所でしたっけ？2カ所でしたっけ？名古屋と福岡と、あと東京秋葉原とかにもあったんだね。あ、じゃあ、二箇所どころじゃねえか。めっちゃあるわ、日本。めっちゃあります。ごめんなさい、めっちゃありました。はい。で、日本にはですね、あ、書いてあった。日本にはですね、東京や名古屋、福岡などに設置をされていると。そしてですね、日本で不動産業を営むですね、中国人男性の関明さんですね。関平さんではありませんよ。関明さんは、日本国内の中国海外警察の被害者の一人であると。このね、中国の警察官はですね、違法警察官ですよ。違法警察官はですね、繰り返し関明さんに接近をして、脅迫や仕事の妨害をしました。最後にはですね、巨額報酬を提示して、なんとスパイ活動に勧誘したという、その内実を追っていきましょう。はい。悪口で引き離し、巨額の資金で誘う。1月の13日、つい最近ですね。ああ、そうか、取材の期間か。関明さんは大企業の取材に対して、2回目に中国海外警察が、来た時には、すでに私の人生にもう影響があった。当時交際をしていた彼女がですね、怖がって、別れたがっていたと語りました。それは中国共産党のスパイ警察がですね、やってきてですね、ごちゃ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 言っていたらですね、それは彼女さんも怖いわな。私殺されちゃうのかしらと思うわな。うん。そして3回目はですね、12月の16日でした。東京の新宿で、中国海外警察署の警官4人に囲まれまして、新宿って怖いね、なんかコラボがあったり中国警察があったり、新宿って怖い場所だね。新宿でですね、中国海外警察署の警官4人に囲まれて話をしようと言われたというとね、良くない雰囲気を感じ取ったので、忙しいのでまた今度と断りました。そしたらそのうちの一人が、自分たちはどこから来たのかわかるだろう、そう、習近平様の指示を得て中国共産党の方から参りました。じゃあ中国共産党の方って何よ。と凄んでですね、私の携帯を取り上げました。彼らは
私が録画をすることを恐れていたと、用意周到ですね。そして3回目の時ですね、この関明さんは仕事上のパートナーとの意見の食い違いが生じていたというとね、警察はですね、挑発的な言い方で、このパートナーの悪口を言い続け、私への提案だと言ってですね、さあ、我々中国警察と一緒に活動するんだと、一緒に活動するように求めてきたそうでございますね。これがスパイへの勧誘だよね。私が黙っていると、ビジネスを続けながら、うちでアシスタントをしないかと報酬を掲げました。そしてその場で断ると、より直接的な協力としてですね、なんと年収3億円を提示してきました。すごいね。年収3億円を提示して、でもね、これを断ったので、ね、すごいね。暇する茜さんみたいなね。あの人もですね、あのね、裁判の途中でですね、3億円の示談金をですね、蹴っ飛ばしますからね。もうね、さすが人類の得意点。で、この方も人類と、いや、すごいよ。でも、年収3億円をこの人も蹴っ飛ばしたんですよ。年収3億円という数字には何か変な魔力がありますね。関明さんは、関明さんじゃないや、関明さんはですね、日本に事務所を2カ所持っていると、中国国家保安警察は、私の情報をですね、すべて把握していますと、私をスパイにさせるため、前妻、ね、前の奥さんにですね、30万元を渡して、私の子供を中国に残すように脅したと、関明さんは話をしました。つまり、子供を人質に取ろうとしたわけですね。そして悲しいことに現在まで今子供には会えていないという状況だそうでございます。その日のですね、夕方6時頃、重慶市の重慶の公安局から WeChat で連絡がありまして、海外で反体制的な活動に参加をしなくてよかったなと、なんかようわからん脅しを受けましたとね、声をかけられたのはこれで4回目であると。つまりですね、これね、中国の重慶にいたとしてもですね、この関明さんの動きをですね、なぜか掴んでいるんですよ。なぜか掴んでいるの。それは中国警察があるからなんだよね。やばいでしょ。日米欧などですね、これ要するにヨーロッパ、日本、アメリカなど、実態解明という形で、これで一応ね、林法政もですね、声を上げてるんだ。でも林法政もね、スパイ活動やめろではなくてですね、中国で日本の国内で違法な取り締まりをやめろっていう風にね、やっぱね、言葉を濁してるんだよ、あの男もね。ちょっとコーヒー飲みます。この日本国内に設置をされている中国海外警察署について、日本政府は懸念を示しまして、実態解明を進めると表明をしました。林法政外務大臣は昨年の11月の29日の記者会見で、外交ルートを通じて中国政府に懸念を伝えたことをですね、明らかにいたしました。仮に我が国の主権をですね、侵害するような活動が行われているということであれば、断じて認められない旨の申し入れを行っているとして、関係省庁ともと連携してですね、対応する考えを示しました。あれから数ヶ月、もう踏み込めよ。FBI は踏み込んだぞ。日本も踏み込むべきではないのかね。またですね、松野官房長官は12月22日の記者会見で、中国海外警察署について実態解明を進めていくとしました。すべての必要な措置をしっかりと講じていくと述べまして、中国側に日本の主権を侵害するような活動は断じて容認できないというですね、日本の立場を明確に説明していくことは極めて重要であると強調しました。そしてアメリカではですね、昨年の秋 FBI がニューヨークマンハッタンの中国海外警察署のですね、犯罪捜査の一環として家宅捜査をして資料を押収していたことがアメリカのですね、ニューヨークタイムズの報道で明らかになりました。レイ FBI 長官はですね、11月、上院安全保障委員の公聴会で、中国はですね、法外的に、海外警察署、つまり違法にですね、海外に警察署を設置することは、アメリカの主権侵害に当たりまして、アメリカ国内における中国の警察署の存在を把握していると強い懸念をですね、ご示しましたと。で、ヨーロッパではですね、昨年の10月、アイルランド外務省は、アイルランドではですね、遵守するべき国際法に従っていないとしてですね、首都ダブリン市の中心にあるですね、中国警察拠点のですね、閉鎖を命じるという状況になっています。そして11月、オランダの外務省も違法であるとして、閉鎖処分を下しています。この他ですね、イギリスやカナダ、ドイツ、イタリア、スウェーデンなど、十数カ国のですね、政府がですね、調査に乗り出しているというお話でございます。わかりますか？この証言まで上がってきましたよ。中国警察はですね、日本国内にいる中国人を脅して、中国共産党のスパイに仕立てようとしているというですね、証拠じゃないか、証拠じゃないか。大基金さんが取材を受けてくれるならば、日本政府の取材も受けてくれると思いますよ。はい、ということですね、これね、中国警察の話ですね、これね、まあ、いろんな理由があってですね、これね、本当ね、もう下火になってるのが俺は我慢できるのだ。だってね、中国警察が今日本の国内にあるということは、中国共産党からですね、直接日本には絶対教えることができないやばい指令を受けた人間が今日本の国内にいるわけでございますよ。そしてアメリカとか海外ではもうすでにね、家宅捜査を行うというね、事例もできたわけでございますよ。であるならば、日本政府、今こそ踏み込むチャンスはないのかね。踏み込んで逮捕をしてですね、中国共産党から直で指示を受けていると思われる人間を逮捕してですね、取り締まりをしてですね、具体的にどんな指示が来ているのかを調べてですね、それをですね、もう日本国民に多く広く知らせてですね、そしてそこで世論を作って、スパイ防止法に持っていくべきではないのかね。そんな簡単な道だってあるわけじゃないか。なんでやらないのかね。ね、ということでですね、もうね、俺待ってました、このね、スパイ
パイ、中国警察のですね、人間が声をかけて、スパイを作ろうとしているというこの記事、やっと出てまいりましたの報道しました。もう、俺はね、あくまでもこの中国警察はね、スパイ活動をやっていると。ね、しかも日本国内にスパイを作ろうとしているということをですね、そういうことをですね、ちゃんと書いてくれてる記事が出たらですね、また皆さんにですね、お伝えしたいなと思いますので、もしよければチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、というわけで、クマさんの動画を終わりたいと思います。チャンスだの、日本政府何回も言うけど、スパイの要請のね、指示を受けるような人間が今、日本の国内にいっぱいいるわけでございますよ。しかも、直で受けてる可能性あるからね、中国共産党から。ね。その人間を逮捕するチャンスなんだから、早よ引っ捉えてくれ、頼んますということで、クマさんの動画を終わりたいと思います。